こんにちは、片付けともがお送りするエアマルチマッタリーマインクラフト。撮影日は2月28日1時49分となっております。今日もねコメントの方が来ているのでそちらの方をやっていきたいと思いますが、まず最初に、警告ということで、最近アイテム無駄にしすぎですよ。特にナイキ油断は禁物です。ごめんなさい。やっぱお叱りを受けたね。さあ今回使うものガラス赤2個、花崗岩4個よ、安山岩2個、ハーフ56個、ジャックオランタンが 2だよね。レンガハーフが56個、おや、入ったな。さっと60個でいいじゃん。52個か、ちょっと調整しながら50 若干無駄な抵抗を取ってる。パス。今回使うてもこれだけ。赤色のガラス、拠点前の空中通路の下、ジャックさんの上両端に置く。焦りながらやるんだけどさ、あ、大丈夫かこれってできるかなこれ、あ、ちょ、いけるかなみたいな。結構量あるけど取り切れるかなっていう。そういう焦りながらやってるんだけど、ちょっと待って、プラス、OK、ちょっと燃えてるから。自分にアップしたやつでね、また完結してるんで、月水金でアップする予定だったんだけどね、エラーが発生しましたっつって、エラーが発生したためアップできませんでしたってね、表示されてたんでね、金曜日の段階でアップできてなかったんだけど、だから急遽今日アップしました。撮りたいんだけどね、今妹が帰ってきてるから、今ちょっとコメントの方が来てたって読んでたんだけど、睡魔に負けず頑張るのだって、ね、あったんだけど、大丈夫、休日パワーが発動してるからね、謎のパワーが発動するからね、終罰はいつもより睡眠時間少ないやつなのに、でも休日パワーで乗り切れちゃうみたいな。
謎のギアが入ってね、早くするんだ。さて、このケーキ乗せたジャークさんの下、各、花崗岩を各1個、計4個と交換4箇所。こうだね。よいしょ。溺れる。はい。死のカウントダウンが始まっていた。ふう。そして、キノコ拠点側だけ、その置いた加工岩から、1、2、3個目に、安山岩1個、計2個と、その上にジャクさん1個、計2個を置く。左側から、ジャスト、3個目。いいんだよね。3個目に、アンザーガン。そして、この上に、ジャック・オール・ランタン。左側も同様に、トントントン。ちょっと綺麗にして、ここだね。ということは、この範囲内を使う感じかな。今のうちにちょっと土を避けて、土だけでもね、この一段下を放るとちょっと危ういので、後でやろう。でも大丈夫か、丸石だもんな。OK、 OK だね。おっと、写真を撮ったけど指が入ってしまっていると。続いてレンガハーフを持った湿気。湿気、パート2。レンガハーフを、この前回設置した、この上のレンガたちの周りの下段に、ぐるーっと、やっていく。そう、屋根ができる。ちょっと、よいしょ。これ上からやった方が良さげだな。よいしょ。はい。ちょっと待って。56個。とりあえず、普通にやって、普通にこうちょっと置いてって。はっ！あ、いける。俺ならいける。あれ、今、たぎれなかった。たぎれるよね。あ、ここ、いけないな。ギリいけないな。終わらせてください。よいしょ。だんだん根っこ気になる。注意されたばっかりからね、材料大事してますよって。よいしょ。 S と T を同時に入力して、あー、ダメ。せっかくリズムをつかんだ。はい、ここをバックして、はいはいはい、 OK。 はい、段を降りたから巻いてます。大丈夫、過去に何回もそれでミスしてる。いいよ、ちょっと目がチカチカするけど、いいよ。はい、で、四つ角もそういけるね。危ない、あ、しまった。やっぱり変なところしたもんね、今薬指が罠か。薬指がちょんって当たっちゃった。超綺麗。何こ、
超綺麗。あ、いい。いいな。こういう落ち着くて。よいしょ。危ない。キキセーフ。あ、ほとんどおしゃれ空間。このおしゃれ空間ね。どうしたもんか。あそこら辺にちょっと仮拠点的なの作っとこうかな。だいたい王国からさ、フィリップとかロシナンティに乗ってくるとさ、暗くなってるんだよね、あの白樺園あたりで。だからそこにベッド置いといてさ、ってやった方が安全だと思うんだ。うん、だいぶ敷地を広く取ってるしね、建物を建てるにはだいぶ楽な感じになってるからね。あのね、正直これによって若干通勤中にインスピレーションを得ているんだ。家を作るかもしれない。やりやがる。やりやがる。なんてやつだ。俺以外にやる、当てられるやつがいると。下にいる段階で当てられるとは思わなかったぜ。あ、重くなった。ほら。後ろだ。どうした？日差しが怖いか。
あいつ敵対してなかったんかな。そんなバカな。弓矢ゲット。あ、もう一個やる。あ、これはもうフュージョンしちゃう。最近中に見たのが、まあ俺がこれだ作った、はあ、作ってねえや。まああんな感じだよね、イメージとして。これのこういうこの角部分だけ別の素材を使って、よくあるパターンのやつだけどさ。卵も必要なんだ。ちょいちょい俺もそういうデザインを作ってるけどさ、はい、かくん多いね今日。いただきます。足りるかな、足りるかな、これ。あー、まだダメだ。まだ小麦はあれだ。もうちょいだ。ね、そっちでもジャックさんいっぱい使ってるでしょ。あ、こっちもジャックさんいっぱい使ってきて、だからこれをこうしてこうしてこうこうポン。よいしょ。土、はい、うん、ふんふんふん、いいね。おや、これそのまま限界使ってしまうか。やめておけ、やめておけ。それはそれはダメだ、それはダメだ。え、どう、ここはそのまま池みたいな感じにしようか。うん、玄関しかイメージできてないし、そして柱的な部分と、壁部分の、素材を変えるという、その程度のイメージ。何の素材だ来るかは全くイメージが湧いていない。とりあえずレンガを取っているだけだ。まいったな。白樺、松の木か。松の木がいっぱいあるから松の木だ。ここにあまり白樺がいっぱい入ってると今が当たるんだ。よいしょ、はい、OK、そう、こういう位置、この位置が非常にめんどくさい。ここにあることによってそこも登ってこれないから、登ってこれないし、まあ、降りるときは別にいいんだけどさ。うん、よいしょ、飛びますよ、大丈夫ですよ、大丈夫、大丈夫ですよ、ふんふん、まあ、ふんふん、だって、よいしょ、ベッドを先につけていくか、よ、羊毛がない、
出力いないか、この辺ないんだよな。いや、1頭ぐらいはいるな。 2,3 頭程度なら見かけた気がする。うそ、いいよ、いっそ切れてくれ。うるさいんだ、アラーム1回でいいよ。え、切れないの、もう1回来るってこと、アラーム。うは、妙に回すからぶつかるな。近いだろうけど、やっとけ、俺がいない間に死ぬんじゃないってやること思っているのに一回も言ってません。思ってるだけ。ちょっと待って、ストーブのアラームうるさいんだけどさ。あ、大丈夫、白川さん全然ないようとしてくれる。おかしいな。あれ全然だ。あれ、わお、反抗期だこれ。これ白川、あ、これ反抗期来たこれ。あ、これ、あ、これも反抗期だ。反抗期だ。マジだこれ、あ、これ、あ、マジだこれ、あ、あ、いや、俺5本ぐらい切り投げ倒さなかった。いや、6本ぐらい投げ倒したぞ。嘘、あ、いっぱい出てる。見逃していただけだった。でも倍になってもいいはずなんだけど、もしくは行っても、お、水の中に落ちていたか。なるほど、そのパターンね、そのパターン、うん、こっちは反抗期だったんだね。あ、そう、そっちも投げてほしいな。そう、そう、あ、そうそう、オッケーオッケー、あざーす。もういいって、もういいって、もういいって、いい加減切れよ。おい止まらねえな、止まらねえな。一体どういうことだこれ。2個、まあいいんだけど、ここまで投げ倒してしまえばちょうどよくなるかな。お、うん、あと2個、シハ32ですから、ね、はい、はい、ちょっとカクカクするな。ピュン、おお、ほんとヒュンってなった。ピュンって落ちた。ちょっと苗木を取りに行きたいから早く。うん、シュッとシュッと、えっと、オッケー。クリーパー爆発した？なんで？え？なんで？覚えがないぞ。
抹消したか記憶。このままの地形を生かしてもいい感じにできそうな気もしないでもないけどね。はあはあはあ、面白い。はあ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 、いいね。うん、いいね、いい感じ。この土、そして砂はそのまま残しておいて、そして形をあまりいじりたくはないんだけど、こうやって囲っていく。ここら辺を花壇として、ここら辺から出入り口あって、ここ花壇あるみたいな、花壇あるみたいな、ここ花壇みたいな、そういう感じにしていく。同じ形にもするつもりはないんだけど、あとなくていいんだけどさ、と言いつつほぼ同じ形にして、花壇にするんだとしたらそこ、あ、いっか、ここは砂を置いて、あ、このタイミングで折れる、遠い先ほどだと、はい、やめておこう。いや、ハンドが遅かった。OK。いい加減にしてくれ。音が止まるとかじゃないんだ。
土あの土置いたし、枯れたんだ。ここ擦り傷、ここはいいや、なんとなくもういいや、なんとなく、そう、ひらめきによって書いていく。いいね。なんとなく、あ、もういいって、だから。大丈夫、酸素はある。そういうことじゃねえか。土部分、土部分、そこの外枠、外枠部分をどうしようか。あ、ちょっと待って、木炭を、まあハーブロックを置けばそこで連結されるから問題はないはず。あ、水田も、水田じゃない、ヒスイランか、持ってくるよ。あった、いや違う、ヒスイランじゃない、水田だ、水田の葉。いや連結されるか、白樺の本体って置いてみよう。連結されないかもしれない。まあされなくても、まあ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 、そこは多めに見ましょうかね。うん、多めに見よう。ここまでにしようか。そこのジャックさんはまあ家の方とフュージョンして、埋め立てるプラ
ラスこの辺の砂ちょっともったいない気がするけど、まあいいでしょう。まあまあまあ、確かに確かに言われてみれば少々息苦しさもある気もしないでもない。さてこうやって置いていくしかないか。ジグザグ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 ザグザグ。おうや、いいね。あおっと、イメージができても作れない。よし、その木をなぎ倒そう。いい加減な。いや、シンボルだこれ。手を出すんじゃない。ハブロックで埋める、そこみたいに。うん、そういうことか。いや、気づいちゃったよ、星草さんの正体。畳だね、畳として使うんだね、星草さん。星草さんの使い道としては多分そういう感じでしょう。あれあれ、持ってきてなかった。何持ってきた？はあ、植えてみるか。8個か。いや、3個だった。あ、ちょうどいい。ここだ。8個。マジか。マジか。やるな。
弱かったでしょ。交互に打ってきた。届け。でバラね、ちょうどいいね。へい感じに置いたな。バラ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 。近くいないか。取り戻った方が早いな。バラが2個欲しい。それを置いたら終わりにしたいと思います。イメージがあるうちにやんないとね。パッて消えるから。何この2個の隙間。これもう早く近いでいいじゃんって思っちゃうから。よし。いや、普段の俺だったらあんな綺麗に並べようと思わないからね。適当に視線になってる感じを出したいからとか言って、バッと置いちゃったけどね。王国で花壇を作った経験から。あれ、あった。これでいい。はい。OK。ちょうど使い切った。ふう。作りで精一杯だ。あ、こっちから来ちゃった。行けるか。よっ。あ、そうです。はい。OK。大丈夫。警官はそこだという。終わりにするって言ったけど、しっかり。はい。まさかの花壇から作っていくっていう新しい。新しいでしょ、これ。15個か。あ、15個あるから、この1、2、3、4、8、8個のとこ。ゼロをする。
ルをする。これね、時間がないからあまり俺の方に時間を割きたくない。俺の進行状況別にそこまで進もうが進まなかろうがどうでもいいからね、俺がやってる方が時間長くないってなっちゃう。自分のコメントの方の時間長くないってなっちゃうから。ああ、どこに置くかずしてたよね。多分ここに置くことしてたと思う。多分ね。ほぼ記憶がないんだ。OK。で、なんかこういうね暴風林的な感じにもなるし、いいね。外から見た感じはいい。って思っちゃったけど、今回いい感じか。ここまでにしとこう。ずっとピー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 言ってる動画になってしまってね、いろんな意味で、いや、いろんな意味で。 OK、 まさかの花壇が超豪華になるって。でもね、やっぱ違うね。確かにデザインは今までの俺とは格段に変わっているよ。おしゃれ感が違うんだよ。なんか質素に見えるね。まいったな。もっとなんかできる。癒さなきゃ。36。ここにジャックさんを置く。俺のできる最大限の力を出すだけ。まあ悪くない、悪くないけど、ジャックさんウィル位置間違えたか俺。まあ、いいと。でもここに水があればここギリサトウキビとかを置く。いや、サトウキビをそこ置くのってどうだろう。違う、それは違う。それは違う。
のこう縁側的な感じからの釣り堀みたいな雰囲気、釣り堀みたいな雰囲気、雰囲気って感覚、釣り堀みたいな感覚、うん、だからちょっと深いところ、深いところとかちょっと影的なのができそうな、ね、小魚が集まりそうな感じ、うん、いいんじゃない。いいんじゃない、うん、いいよ、そういうイメージいいよ、いいよ、好きだよ、そういうの。だからこっちか、怖いね。あっちか、手足ないからね。あそこ、雲空いてるからね。ここいると雲空く。ここ照らそうか。危なかったね。いなかったら危なかった。これ遠く行ってたら湧いてたんだけど。あまりこっち方面にはいかない。行ってもここラインぐらいかな。こういう感じで、でけえな。で、こうで、ここはこう飛び出す感じで、こういう風な、こういう感じ。超でけえな。仮拠点か。馬もそのまま入れちゃうみたいな。玄関から入って、まず馬小屋がありの、そっからのこっちみたいな。馬小屋ってか、仮の馬小屋ね。だからこういって、でそのままここ通り抜けられますみたいな感じにして、トンネルみたいな感じかな、うん、でも玄関は玄関、第一玄関からの馬小屋を通り抜ける感じの馬小屋を作って、中にもうちょっとちゃんとしたあのこの辺いいね、この土悪くないよ、その辺の位置に、玄関を作っていく。いい感じの位置だ。拡張性、はい、でレンガも作る、うん、でもトンネルは松の木で作って、こっちの馬小屋はね、そっちはまた別の素材で作っていくみたいな。そっちは割と四角い感じの家になるのかな。そう、四角いんだけどっていうところに出てきて、いつもと変わらない四角い感じの豆腐ハウスの簡易ハウスなんだけど、その簡易さの中にもうちょっと今までと、あれ今までとちょっと違うっていう、うん、違う俺を見せてきてみたいな、ね、というわけでね、ちょっと長くなってしまいましたが、今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。質問、コメントなどある方は下のコメント欄もしくは ASK.FM までよろしくお願いいたします。以上、赤手月友がお送りいたしました。晩年。